ここでは建築物を表す記号と絵文字について記す。案内板や地図などで建築物の種別ごとに分かりやすい記号などで表す。国や地域などで同じ建築物でも異なる記号で表されることも多いが、総じて他の国の人でも分かりやすくなっている場合がほとんどである。また、ユニコード6.0では絵文字として取り入られ、文字として使用することも可能となった。 スウェーデンのコテージの標識ノームのホームディレクトリアイコン一般的な家は通常家の壁とその上の屋根の組み合わせをシンボルとして用いる窓やドアを壁に表記することもある庭や門などまで描かれることもある屋根に煙突を立てることもある一般的な家屋住宅民家を表すほか住宅地や団地史跡上の家などを表すこともある絵文字あるいは 予定表などで在宅中などを示す目的で使用されることがある。コンピュータにおいてホームディレクトリやホームページを表す目的で使用されることもある。ビルでは複数階の建物を縦に長い長方形あるいは脳型体で表す。階を表すため窓が書か,かれることが多い。ビル街やオフィスを表す。街、都市、 住宅地を表す目的で複数の家やビルを使用した絵文字で表すことがある。デパートビルの前景を使用することが多く、紙袋で示されることもある。ノマル S だけを用いることもある。コンビニエンスストアの場合、24を付加して用いることがある。ギリシャのホテルの標識ホテルの建物、あるいはベッドを使用して表す。エイジを使用してわかりやすくすることもある。 ラブホテルはハートを付かして区別することがある。日本のサービスエリアの標識バーを表す記号飲食店はその建物を表す目的では店舗の外観で示すよりもフォークとナイフあるいはスプーンで表記する場合が多い。喫茶店やカフェなどではコーヒーカップが用いられる。バーなどではワイングラスやビールジョッキ、日本の居酒屋を提灯で表記することもある。 工場を表すように煙突を複数つけた建物を用いる。屋根を直角三角形にすることも多い。アメリカの郵便局の地図記号郵便局のロゴを用いて表す。便箋を用いて表すこともある。ヨーロッパ諸国では、かつての郵便馬車にちなんだホルンのモチーフが多用され、下記のエウロペアンポストオフィスにもあしらわれている。十字を用いて表す。国によっては、 四角囲みの H を用いて表す。学校の校舎、もしくは筆記具を用いて表す。銀行は建物及び、銀行を示す文字あるいは紙幣などで表す。マトクドが示す標準の駅の記号駅のホーム及び、鉄道車両を使用した記号が用いられる。アメリカのガソリンスタンドの記号ガソリンスタンドは、給油機の記号を用いて表す。 ポーランドのムーゼイムの記号博物館などパルテノン神殿を模した記号が用いられる。灯台の地図記号灯台は、塔その上部からの光で表す。日本の地図記号では、上部から見た記号を用いる。教会は、その外形を用いる。十字を用いて表すこともある。日本の神社は、鳥を利用して表す。仏教の寺院は、万字を利用して表す。 日本の城、外国の城それぞれ、城の外観前景を図式化した記号を用いる。テントは、設置時の、その外景を利用し、表す。キャンプ場を表す。国によっては、宿泊地を表す。アメリカの塔を表す、地図記号等の前景で表す。建物が建築中であることを示す。ありがとうございます。